はい、じゃあ今からね、はい、21番呼び出し番号21番です。あら、決済するのに昨日から何時間かかってんの？ 5 時間ぐらいかかってんか。はい、車のタイヤをね、4本変えるんやけどね。はい、顔は取らんように言うて言うてはるからね。はい、今ちょっとジャッキアップしてもらったんだけどね。ジャッキアップでございます。おお、あんな簡単に取れるもんかね。簡単に取れるね。このキャップをね、ほんま簡単に取りはりますわ。あんな簡単に取れたもんかね。でタイヤを外してね、今から4本変えるんやけど、はい、おお、こんな状況です。ほら、あと1ミリぐらいしかないですわ。あと1ミリね。フリード4本か5本だったと。あや、あの速さやからね。はい、このタイヤをはめるんですね。185の65の R の15、60R の15、それからあれ変えないな、番号が。あ、これやわ、92の HR ハードやね。今回はハードでございます。前回は、ね、ソフトやったけどね。バランスを。こうタイヤ外したらこんなんかいね。簡単できてるね。簡単に、ほんま簡単できてますわ。ほんま丁寧にやらんのかね。すごいね。時代が変わったという意味ですごいね、機械で。あれ手でやってましたね、昔ね。はい、これ最後の1本でございます。
ドレスかなんか入れてあるんだろうな。エアを入れてね。どういうことやろ。ちょっとバランスを測ってます。回ってますけどね、今バランスを取っていたいんだよね。3本目でございます。そこまで脱いだね、すごいね。チェックしてみてください。全然違うね。はい、目直しをもう一回やりますんで、はい、ここだけ切ってください。はい、ありがとうございます。確認しましたんであれなんですけど、もう一度最後僕締め直しぐるっと回りますんで、一緒に確認だけ最後またお願いします。まだやるんですか。もう何回本当だから、まあ、お客様は本来見られてないはずなんで、はいはい、ありがとうございます。すごいことやってるな思って。そうですか。機械で全部閉めたら簡単そうやけどね。そうね、まあ、それでもね、まあ、閉まってないことはないと思うんですけど、それでやっぱ僕らがやって脱輪したらもうやっぱお客様の命かかることなんでね、うん、ちゃんとこうやって手でちゃんと前に閉まってるかどうかチェックさせてもらってるっていう感じですね。いや今やってくれてなかったの、お兄さん。そうまだやるか。まあ本来だったらこれお客様の待合とか室とかでおられる状態のようなんで、本来だったら見てないと思うんでね、はい、だからまあ1人目の作業者やと、はい、もう1人別の方の第三、まあ、にやってもらって、はい、まあ、それでほんまに閉まってるかどうかチェックさせてもらって、で最終お客様返す時もちゃんと閉まってますよっていうので、ありがとうございます。すごいですね。はい、それ簡単にあの外しはりましたけど、どうやって外すんですか。もうでもこう引っ張るだけって言ったらあれですけど、はあ、もう僕はもう引っ張るだけで外しましたけど、はあ、あのやっぱり引っ張って外れへん人はやっぱりあのついてる状態からこう隙間とかマイナスドライバーでこじってちょっと浮かして徐々に徐々に外していくって感じですね。まあ、そうですか。もうあっという間の外しだったからね。はい、サイズ今決めてもらってるよ。
いや簡単にはめあるけど、こんな簡単にはめなんでね、はい、最後のピークでございます。これで OK です。はい、お待ちしました。はい、ありがとうね。助かりました。